はい、こんにちは。またねまるです。はい、今日はこちらで遊んでいきましょう。仮面ライダージオの変身ベルト。デラックスビヨンドライバーです。はい、2018年12月27日、この動画の公開の昨日だね、に発売されたビヨンドライバーです。本当は昨日やりたかったんだけど、ちょっと忙しくてできませんでしたので、今日は開けて遊んでいきたいなと思います。はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、ということでこちらがウォズ、ミライドウォッチですね、こんな感じのウォッチなんだね。そうだね。で、観音開きみたいに開くようになってますね、パカってね。はい、でジオライドウォッチと比較するとこんな感じだね、ライドウォッチの方は、まあ、昔の時計、でミライドウォッチの方はスマートウォッチを意識してるみたいですね、絶縁シートを取んなきゃいけないんだけど、これ一回展開してから取るみたいなんで、ちょっとカパッと片方だけ開けて取っちゃいましょう、はい、じゃあ鳴らしてみましょう。この声か。はい、続いてこちらがデラックスビヨンドライバーですね、ここにペリペリあるんで取っちゃいましょう、ペリ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 。で、この部分にミライドウォッチさして、で、これをこう倒すことで変身になりますね、この辺のボタン、これダミーだね。ダミーだったね。残念ながらですね、何も押せないですね、これね、はい、では単4電池3本入ってますんで電源オンにしてみましょう。ビヨンドライバー、おー、では変身してみよう、押す、行きます、で、倒す、こんな感じなんだね、なんかあんまりライダーの変身音って感じはしないけどね、面白いね、こんな感じなんだ、真ん中にレリーフが映し出されると。そうだね、うん、ゲームドライバーみたいな感じだね。そうだね、鏡に反射して中に映り込むって感じですね、うん、はい、じゃあ必殺技いってみましょう。必殺技一回レバーをこう倒して、でまた戻す感じね、うん、はい、じゃあいきましょう。ではジオライドウォッチをちょっとはめてみましょう、セット、ライドウォッチブレイク、あ、なるほどね、これはもう固定音声かな、ライドウォッチはね、ああ、こんな感じね、なるほど、目が発光するギミックはここで生きるわけだね、なるほど、はい、じゃあエイシン君が好きなエグゼイドをセットしてみましょう、えい、ライドウォッチブレイク、ああいいね、ちゃんと映る、あ、でもできればエグゼイドって言ってほしかったな、そうだね、個別認識あるとよかったなと思いますね。そして色が色合ってんね、うん、そしてとっても残念なのがディケイドライドウォッチは残念ながらハマりませんね、はい、どの方向に向けても干渉しちゃってこっちも無理、うん、入んない、入んないですね、はい、残念でした。はい、では続いて時空ドライバーで聞いてみましょう、時空ドライバー、いけんのかな、あら、なる、こっちの音声はまるっきりなんなかった、うん、じゃあアーマータイムやってみようか、そうだね、じゃあジオとウォズでいきます、はい、お、いった、あ、
なるほど。なるほどね。で、これ残念ながらちょっと干渉しちゃって完全に開ききってないんだな。うん。はい、じゃああともう一つやっておかなければいけないのが DK ドライドウォッチにセットする場合ですね。はい。聞いてみましょう。仮面ライダーって言うんだ。うん。で、待機音になってる。ああ。はい。じゃあ、新しいね、変身ベルトが来ると毎回やってる変身対決ですね。変身音が先になり終わった方が勝ち。必殺技音が先になり終わった方が勝ちの対決ですね。うん、いつも通りやっていきましょうか。はい。じゃあ、行きます。せーの。はい。変身！ジオーちょっと無駄だった。ジオージオーはい、続いて必殺対決ですね。どっちの爆発音が先に終わるからね。はい、じゃあ今日せーの。じゃあ変身解除対決だ。はい、せーの。はい、そんなわけでビヨンドライバー紹介してみたんですけれども、うん、ね、ちょっと仮面ライダーウォーズについてはちょっとまだ明言を避けたいなと思いますね。このフォルムについてね、うん、ネクロムにすごい似てるけどね。そうだね、うん、でもネクロムの方がはるかにかっこよかったよ。ちょっとごめんごめん、ちょっと言っちゃった、ごめん、ちょっと言っちゃった。でもネクロムかっこよかったもんね。うん、ウォーズどうなんだろうね。こっちも結構未来的でいいね。あ、そう、うん、そうですか、よかったです。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、ちょっと今回のその動画はこの辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。